思議だが不吉な形だ。そこに満たされているのは、いるのは形。それは引っ掛けに違いない。じゃなければもっと良いラベルがあるはず。見えざる大学熱脈論101落第。人生を左右するのはこんなちんけなことや紙の試験じゃないさ。僕には尖った帽子がある。よっしゃ。いびきをかく大箱、こりゃ珍しい。なんとかしなくちゃ。僕は漫画の人物じゃないよ。ただ次元的に現じられているだけなんだ。あれ、うまくいかないや。ああ、ポルタリスエグジストス、あるいは普通の玄関。僕は何もしない魔法使いなんかじゃないよ。誰かと軽い会話を交わすのに役立つ。やあ、うけけ。およ、君はここの担当じゃないだろ。うけけけけけ。なるほど、これが分類法の説明か。ねえ、僕が会いたい人は君なのかどうかちょっとよくわかんないんだ。うけ。ああ、説明するのはちょっと難しいな。うけけけけけ。ああ、そう。うけけうけけうけけけけうけけ。受け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 。素晴らしいね。まさか自分がサル語を話せるとは知らなかったよ。あのロバ車のナンバーは分かったかい？これはこの馬鹿げた会話を終わらせるいいきっかけみたい。実際近くで観察してみると、これは何か亜熱帯森林猿のようだな。図書館で起こった魔法事故のため、その図書館員はオランウータンになってしまった。長くて便利な腕や巻きつく足指や人前で体をかく権利を気に入っているようで、彼は以来彼を人間に戻そうとするあらゆる試みに抵抗し続けている。なんてこった。どうやって門を開けんのかな。僕は秘密の呪文を使う。あ、そう。で、どうやって門を開けんの。教えられないね。学長に会うんだな。ねえ、お願い、ちょっと門を開けてよ。僕の権限外だよ。